では今日の給食です。今日は麦ご飯です。美味しいんですよ、幼稚園の麦ご飯。そしてお味噌汁、そして栄養納豆です。栄養納豆、それからサワラの漬け焼きとデザートはバナナです。そしてあのサワラの付け合わせに人参、花形人参もついてます。はい、では今日もいただきます。すごい、味噌汁からね、いただきます。今日のお味噌汁は人参、すごいたくさん入ってます。人参色鮮やかに。そしてじゃがいも、あとネギですね。すごい野菜のこう甘みがねすごい出てるんです。美味しい。そして幼稚園はあの栄養納豆って言って、ただの納豆じゃなくっていろいろ入ってるんです本当に。しかも全部あのみじん切りみたいにも細かく切ってあって、お肉とか人参とかごまとかネギとかも入ってるかな。もうとにかくいっぱい入っててまさに栄養納豆です。よく混ぜていただきたいと思います。納豆大好きです。そして海ご飯ですからね、今日はね栄養満点なのでね、ちょっと暑くなったのでこういうのもね体にいいですね。じゃあちょっとかけて、いつもはあのご飯、あの子供たちと同じご飯茶碗なんですが、今日はご飯茶碗どんぶりなので納豆をご飯の上にかけて食べたいと思います。嬉しい。いただきます。うん、うん、すごい美味しい。本当納豆大好きです。やっぱりこんな風にいろんなのが細かく刻んであるとね、こう食べられない人もね食べられちゃいますね。そしてサワラの漬け焼きです。すごい、漬け焼きっていうくらいだからお魚のね身が茶色くなってますね。漬け焼きいただきます。お魚の身にとかつけたのが染み込んでて、しょっぱみもあって食べやすいです。付け合わせの人参も花形で可愛い。うん、ちょっと甘みがあってグラッセみたいな感じ、うんうん、はい、お魚サワラとかだとね、ちょっとこう
臭みもあるかと思うんですけど、全然ないです。骨もないのでね、全部食べられちゃう。美味しいです。なんか麦ご飯も、なんて言うんでしょうね、すごいもちもちしてて、あんまりお家で麦ご飯食べないですけど、なんか全然そうこう麦特有のこうあれもなく、すごいもちもちしてて食べやすくなってます、麦ご飯。うん、栄養もあるしね。にね、甘みもありますね。噛めば噛むほど甘いです。うん、もう納豆とかだとすごいご飯がね進んじゃって、どんぶりご飯ももう完食してしまいました。美味しかった。味噌汁も完食。ではバナナに行きたいと思います。今日のバナナもすごい大きい。嬉しいです。あ、ちょっと硬いかもしれない、むけない、はい、よいしょ、はい、ではバナナも。こう硬くて剥けなくってまだ合うかなと思ったんですけど、甘いです、すごく甘い。うん、うん、すごい。なぜか幼稚園の給食は本当に全部美味しい、てかなぜかじゃなくて全部美味しいです。もうすごい食べちゃう、美味しくて。うん、ほんと甘い、甘い。うん、美味、ね、バナナもね、あっという間に終わってしまう。はい、一口。うん、今日も暑い日だったんですけど、全部完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。